山レビューで。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、張本コレビツです。張本の栗山レビューでビュー。今回第2回目ということですね。栗山町には大変歴史のある、酒蔵、お酒を作るところですね。酒蔵があるんですね。その名も小林酒造さん。その、数多くあるお酒の中から本日こちら5種類用意いたしました。そこで今回ですね、利き酒にチャレンジしてみたいと思います。題しまして、利き酒全部当たるまで帰れまってん。味見していきたいと思います。テイスティングタイム、カモン。どうですか、素敵な。もう早く飲みたい。見てください、この素敵な、なんて言うんでしたっけ、マス。こちらにですね、一つ注いでチャレンジしていくわけですが、まずこちらのコップにですね、それぞれこの同じ並びにですね、ここにはこちらの丸太がというような形でお酒が入っております。こちらを味見して、まず味を覚える、こういう味がするんだっていうのを張本がまず、知ってですね、利き酒にチャレンジしていきたいと思います。張本コレミツの栗山レビューデビュー。さあ、それではまずはじめにこちら訪問、こちらから味見していきたいと思います。ザ日本酒といった。続きましてこちら北のロマン、いただきます。とてもですね、さっぱりとした風味といいますか、スーッとこう自然に入っていくような、これ張本好きですね。絞りたて、折り絡みですね。こちらもいただきます。またこちらもなんかさっぱりとしたような風味。さあ、続いてこちらマルタいただきます。追ってきますね、日本酒がスーッと飲んだ後、後から後追い、日本酒が後追いしてくる。すごく濃い濃い濃い濃厚な風味、そのように張本感じました。美味しいですね。では最後5つ目、こちら冬花火いただきます。大変ですね、フルーティーな味わい、さっぱりとしてるんですが、その中でこう、なんていうんですかね、ほのかに香るフルーティー、こちらも美味しい、全部美味しいですね。基本的に張本全部好きだな。さあ、ここで5種類すべての味見完了いたしました。さあ、ここからが勝負です。さあ、利き酒全部当てれるまで帰れまってん、スタート。張本コレミツの栗山レビューデビュー。ということですね、今ランダムに5種類のお酒が今並べられているわけです。そしてこちらにある札、こちらにその正解が書いてあるということですね。これを張本5種類全部当てます。さあ、それでは飲んでいきますよ。ではまず一番端のお酒から。なるほど。
美味しい。後追い、こちらの酒後追いしてくるように張本感じました。ちょっと分かるものから行きましょう。おそらくこちら味のお酒はマルタです。では早速正解発表見てみましょう。合いますよ。えっ、まだ見えてません。ああ、どこか割れた。さあでは第2回目の挑戦やってまいりましょう。ちょっとこれ2つ目なんですが、こちらもうほぼ確定、おそらくこれだと思います。もうちょっといっちゃいますね。こちらは絞りたての折り絡み、どうだ。ちょっとこちら当てに行きます。こちらのお酒は訪問です。どうだ。少し辛みを感じますね。辛みちゃんと名付けました。こちら三味ですね。こちらは張本マルタだと感じました。いきます。バン。北のロマン、こちら行きましょう。こちらは折り絡み、頼む。7回目だぜ。第8回目のチャレンジとなるんですが、監督の方からですね、張本これ以上の飲酒は危険と、いう判断が下されまして、少しですね、お題を変えてやってみようということになりました。こちらの紙コップの中には訪問、こちらの先ですね、訪問が入っている。そしてこの5つのグラスの中からこの訪問を当てろという、少し緩くしていただきました。5種類全部当てなければいけないという企画、張本参りました。ごめんなさい。じゃあまず紙コップ、こちらの訪問いただきますね。やはりですね、トゲのないマロミーを感じます。
ちら、そしてこちら端のやつ、おそらくどちらかが本物かな。もう一度ちょっと本物を見ますね。こちらが本物です。クリアマレビューデビュー。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。大躍進、もうバカ舌卒業と言ってもいいんじゃないでしょうか。そしてただいまですね、張本、ほろ酔いと泥酔の間、いいですね、冷静と情熱の間みたいな感じで、おしゃれな感じで今張本おります。ぜひですね、こちらをご覧の皆さんも、こちら小林酒造さんのお酒5種以上お買い求めいただいて、聞き酒チャレンジ挑戦してみてはいかがでしょうか。大変おすすめです。お酒も純粋に美味しくいただけます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。張本コレミツでした。見えてないだけで旅立つ細さに飽きる。